それでいい。僕だけでやっちゃう。こちらで合奏しますので聴いていてください。曲名は、最初オーラリー、それから2番目に優しい日本の四季。Thank you.
それでは歌に入ります。最初に冬の歌、歌集配っていただけますでしょうか。ページで1-35ページお願いします。母さんの歌。昭和33年に前に歌った人いますよね、田中さんその方の生まれ年だそうですけど、でこのその辺にいるは信州新町出身なんです、お母さんは。でこの久保田聡さんという方がこの作詞作曲したんですけれども、戦時中に久保の田舎が信州新町でそこへ疎開してて、その時に作った歌だそうです。Thank you.
続きまして次のページ60あすいません30同じページです。35ページ北上役同じページですからめくりがなくて結構ですよ。37ページですね。
淡々と進まずに刺激があるよね。無理に間違えてこれは式を2つ飲むようなのね。この曲は荒木豊久さんという方 の、 作詞作曲で、この方が若い時分にね、スキー場で複雑骨折して病院へ6ヶ月も寝たきりでいて、とても退屈でしょうがなくて、まあ、その間病院の看護師さんがね、優しくしていただいて、なんかお礼にと思って自分で作詞作曲して、そこの病院の看護師さんがまあ、ボランティア代わりにね歌って、それからだんだんに広まってって、レコードよりも進んで広まったそうですね。その後セリヨーコさんとかね、いろんな方が歌ってますね。よろしいですかね、皆さん寝ましたか。はい、お願いします。はい、次お願いします。その次の方でいきましょう。Oh!
皆さんの中でスキーやられた方、若い頃誰もいないですかね。まあ僕らの年代ぐらいからやり始めはや流行ってきましたよね。じゃあ次、71ページ、砂山。38、すみません。中山新平さんの作曲のですね、同じ、全く詩で山田耕作さんの砂山もあるんですけどね。
使ってよろしいですか。はい、お願いします。Thank you.
ございます。次のページ56ページ若者たち、そちらこれは2番まででお願いします。Thank you.
乗ってるとこすみませんあの2番までってさっき言ったんですけど次のページ58ページ私の城下町皆さん来ましたか？はい、それではお願いします。
ありがとうございます。本当に、よろしくお願いいたします。拍手で。